皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日の博レポは東京のですね、両国駅近くにありますアパホテル&リゾート両国駅タワーをレポートさせていただきたいと思います。私がちょっと歩きながらビデオで撮ってるようなこんな感じでですね、歩いてくるとすごい目の前にでっかいタワーがあるので、すぐにわかると思うんですけれども、こちらが、アパホテル&リゾート両国駅タワーになっています。アパホテルはですね、非常にユニークな女性社長が有名ですけれども、実はすごいホテルチェーンになってます。今や、なんと、部屋数は日本第1位、まあ累計ですけどね、500棟以上のホテルが運営されていて、部屋数が 85,317 室となってます。実は建設中のものも含めると、客室数は実に10万を超えるということで、本当に一大ホテルグループになっています。売上もですね、すごくて、なんと日本のホテルチェーンの中で第3位、年間売上は1371億円になってます。すごいですよね。本当に最近急成長しているホテルです。ただ、正直ユッキーは以前はアパホテルに対するイメージが良くなかったんですよ。なんか、すごく狭いイメージがあって、安かろう悪かろうみたいなイメージがあったんですね。ただ、たまたま先日ですね、新規オープンした別なホテルに泊まる機会があって、非常に機能的でですね、綺麗で快適だったので、まあ、今回はですね、ぜひこう大浴場のあるアパホテルに泊まってみたいと思いまして、このアパホテル&リゾートを選ばせていただきました。こちらのホテルは、両国駅のところからですね、歩いて4分ぐらいのところにあるんですけれども、もう両国駅の西口出てですね、右側を覗くともうすぐに高いタワーが立ってるので、まあ、すぐわかると思います。だいたい4分ぐらいで到着します。アパホテルはですね、今はほとんどオートチェックインっていう風になってるんですね。なので、まあ、通常時間、かけずにこうチェックインできるっていうのは売りではあるんですけども、この日はですね、ちょっと連休中だったっていうところと、キャンペーン価格で安かったっていうところもあって、おそらくこう満室に近かったんだと思うんですよね。もう、エントランス入った途端にすごいこんな感じでですね、人が並んでまして、なんだこれはみたいな感じでしたよね。前回泊まったホテルが非常に小規模なホテルで、好き好きだったので、それとのギャップにかなりびっくりしてしまいました。チェックインしたのが、まあ確かに15時過ぎぐらいだったので、まあちょうどね、チェックインの時間が重なったっていうのもあるのかもしれないですね。で、ちょっと驚いたのがですね、エレベーターに乗って、こう自分の部屋に行くときに、なんていうんですかね、ここは大浴場あるって言ったと思うんですけど、地下1階にあるんですよ、大浴場が。で、基本的に大浴場には皆さんやっぱり浴衣に着替えていくんですよね。なので、そのお風呂に入った人と、実はチェックインして部屋に上がる人、まあスーツケースとか持ってる人たちが多いわけですけども、一緒のエレベーターなんですよ。なんかね、これがね、ちょっと違和感ありました。はい。で、エレベーター降りると、吹き抜けみたいなのがあって、結構モダンな感じになっていて、まあ部屋に行くんですけども、部屋のですね、感じは、こんな感じになってます。入るといきなり部屋がありますですね。なんか、すごくちょっと、なんていうかな。そんな広くはないんですけど、なんか高級感がある感じですね。しかもやっぱベッド、これダブルだからかな。広いですね。はい。非常にいい感じのお部屋になっております。はい。ちょっと設備見てみましょうか。ですね。まあ、玄関入ると、右側に、こういったルーム、部屋着。この部屋着もまた、ちょっと特徴的ですよね。なんかこう安っぽくないというか、まあ今の季節に合わせてるのか、あれですね。それで、ハンガーがありまして、まあ、下の方に行くと、ゴミ箱があって、スリッパが、なんていうんですかね、これなんで2種類あるんですかね。なんか普通のやつ、ちゃんとしたやつと、まあ使い捨てっぽいやつ。それで、姿見がでっかいのがあります。で、その隣にバーンってあるのが、テレビですね。噂の、アパホテルの巨大というか、でっかいテレビですね。で、面白いのはですね、まあ、左側、こう、インフォメーションとかあるんですけど、ホテルの。で、真ん中の上に、その大浴場があるんですね、このホテルは。大浴場があるんですけど、そこの、混み具合を電子表示しています。いいですね、これ、わかりやすくて。で、Wi-Fi も、よくね、ホテルに入ると、Wi-Fi のね、
番号とかパスワード分かんなかったりしたりとか、あとフロントに聞かなきゃいけないとかあったりするんですけど、ちゃんとバーンとこう書いてあるんで、非常に便利だと思います。天気予報まで書いてますね。まあ、下の方に、それからこう行くとですね、まあ、窓がちゃんとあります。まあ、きっと外はね、見えないんだと思うんですけど、窓があって、で、ベッドがあってという感じですね。で、反対側行くとですね、そこには、鏡台があって、すごくちょっと、高級感のある木目調のテーブルがあるんですけども、ここにはですね、ちゃんとこういう、ポットとかですね、あとは、いろんな、なんていうんですかね、電気系の系統がこう入れられるようなユニバーサルとコンセントとかありますね。はい。そして、その下に、あ、別な部屋着がありますね。さっきの入り口とは、また別な部屋着がありますですね。これ、どう使う？あ、そっか、さっきのは、もしかしたらあれか、こっちの方はですね、きっと下の方、地下1階にお風呂があるから、そこに行くときに冷えないように上にかけるやつですね。で、こっちが、普通の部屋着ですね。はい。では、冷蔵庫、ハイアールですね。中国のハイアールのメーカー。はい、開けてみましょう。あれ？ドン。あ、ここも何にも入ってはいないんですね。はい。まあ、ただ、ちゃんとした、冷蔵庫があります。で、その隣行きますと、ですね。こちらの方に、なんていうんですか、ドライヤーと、あと、まあ、こういった形で、コップと、紙ブロックコップ、こういったものがこう置かれていて、ちゃんとですね、コーヒーとお茶入ってますね。うん、いいですね。はい。っていうような感じになってます。では、こっからですね、いよいよ、水回り行ってみたいと思います。じゃじゃんじゃじゃん。はい。せーの、ドン。はい、これが、アパホテルのお決まりの3点ユニットでございます。はい。これがですね、アパホテルの特徴なんですけども、エコになっていて、専用のお風呂なんですけども、なんていうんですかね、人の体に合わせて作る、独特、オリジナルで作ったやつで、まあ、水が節約できるっていう感じですね。いろんなシャンプーとかボディーソープも全部オリジナルです。アパホテルオリジナル。そして、タオルもみんなオリジナルになってます。さすがですね。部屋数が多いからこうやってオリジナル作っちゃうんでしょうね。で、まあ、ちゃんとですね、飲料できる、水が入っていて、トイレの方はですね、はい。一応ちゃんと、ウォシュレットになってまーす。はい。綺麗ですね。まあ、新築なんでね。そういう意味では綺麗だと思います。はい。っていう感じでございました。という感じで、まあ、部屋はですね、おしゃれな感じで統一されてるんですけども、やっぱりちょっとね、部屋は狭いなっていう印象はありますね。まあ、ただやっぱり必要なものは、もうこの最低限の広さの中にも全て揃ってるっていう感じで、おそらくこうね、いろいろ今までこうホテル経営されてる中で、アパホテルの方に、ユーザーさんからもらったこう意見とか、そういったものをですね、参考にして、どんどんこう改善を重ねてきたのかなという気はしましたね。まあ、ただちょっと一点残念だったのが、まあ、これたまたまだと思うんだけど、羽織のですね、ポケットの中に多分前のお客さんの、まあ、レシートが入ってたんですよ。ちょっとね、これ幻滅残念でしたね。ね、おそらくこれクリーニング出さないかったんだと思うので、ちょっとこれはいただけないなと思っちゃいましたね。まあ、ただ部屋はすごく綺麗だし、まあ、何よりね、ベッドに横になって、こう足元にでっかい液晶のテレビがあってですね、ベッドには、ベッドのからこういろんな操作が全部できるように空調とか電気とか、そういったものがですね、全部操作が集約されててですね、コンセントとかもあって、まあ、とっても便利だなというふうに思いましたね。何よりもいいのはですね、結構鏡が、この、テーブルと、それから、お風呂場と、あと姿見があるんだけど、全部でかいんですよ。なので非常にね、これがなんか、あんまりこう部屋を狭く感じないにもなってるし、機能的にもなってていいのかなと思いましたね。大浴場なんですけども、これ地下にあるんですね。ただ、正直、ずっとテレビで、混み具合チェックしてたけど、ほぼほぼ満員というか混雑してるんですよ。なので、もうね、いつも混んでて、で、僕、一回こう、昼間っていうか夕方入って、また夜行ったんですけども、まあ、両方ともね、そこそこ人がいて、なんかあまりゆっくり入れるっていう感じじゃなかったのが、ちょっと残念だなっていう感じはしましたね。あと、同じように、建物内にコンビニもあるんですけどね、ローソンが入ってるんですけど、まあ、
これ、まあ、スタッフのせいなのか、あるいはこう、客数が多いのか分かんないんですけど、まあ、スタッフさんが全員、まあ、たまたまだったかもしれないですけど、外国人で、もうずっとレジ待ちしてるんですよ。で、こういったのはね、なんか、ちょっと改善してほしいな、というふうには思いましたね。そういう意味ではね、非常にこう、やっぱり人が多いから、エレベーターも混んでるし、なんか、せっかく内装とか、まあ、インテリアとか、結構ね、豪華というか、おしゃれな感じにしてるんだけど、なんかこう、優雅に過ごすっていう感じじゃないって、なくて、なんかイメージ的にはちょっとごちゃごちゃしたっていうような感じをちょっと受けちゃいました。なので、個人的には、こじんまりしたアパホテルの方がゆっくりできていいなというふうに思っちゃいましたね。まあ、今回ですね、泊まった部屋は、部屋のタイプがシングルルーム、で食事なしの、プランでした。で広さは、11平米ですね。料金の方がですね、まあ、これ二人でなんですけども、4000、まあ、選んだポイントは、新築だったのと、それから大浴場があるということで、泊まってみたかったということです。で、ユッキーのレビューはですね、5段階評価で言うと、こんな感じになっています。はい。設備とかね、清潔感は、まあ、非常に良かったんですけれども、ね、惜しかったなっていうところもあったというところで、ユッキーの総合満足度は B ですね。裁縫もありだが、他の未開拓宿が優先というふうな、形で評価をさせていただきました。僕のコメントなんですけども、建物も部屋も新築なんですごく綺麗です。で、まあ部屋のスペース最低限だけど、極めて機能的に設備も文句がなく、かゆいところにこう手が届いてるなーっていう感じを受けています。ただ、ちょっとここのホテルは大規模すぎて、ちょっと混雑になるのが難点かなーっていう気はいたしました。